そんなわけあるか。変わりたいとは常々思っております。もう！フォス、ごめん。うわっ、バッチリ、かわいい、リリシーン。あ、失礼。よくわからんけど、これだわ、ベニト君。私のことがわかりますか。やぶ、おや、根深いですね。ざっくり言っちゃいますか。メイさん、はい、ごめんなさい。あ、わからん。まだ早いわ、バカ者、バカ者。しまった。先生、あの、先生、あ、クラゲの観察か。博物誌頑張ってるな。いや、水に映る僕も可愛いと。手伝おうか。いや、お前前に右足と左足逆につけたからいい。嘘。あ、なんだ。でも、来てるのだな。お前なんか先生にやつ裂かれてしまえ。解散、解散。元気になってよかったね。でしょ。フォス？存在か、眩しい。ベニト、なんかデリカシーないこと言ったんじゃない、僕の部下に。言うかよ、お前じゃあるまいし。ゲバ、やはり一級です。ダイヤ、なんでな。僕と変わる。人のものを取るほど軟弱じゃない。とても言うと思ったか。くっそ、どこ行っちゃったんだろう。フォス？いじめてんじゃないよ。ガツン。ああ、いいわけないでしょ。だからって目の前のものを吸い込んでいいってことないだろ。絶対ダメ。嬉しくない。だ、これしか残っていないのだ。殻は殻だった。殻だけに。忙しいから嘘ついてない、やぶ。その口、緊急オペで閉じましょう。出た、奇跡の手。貴様か。フォス、お願い。恋愛偏重主義、昔から大嫌いなんだ。だってそういう風にしか聞こえないんだもの。あとあなた、ここ100年で一番喋ったわよ。好きなの？うんうん、趣味悪いわね。